はい、こんにちは、ペース。よろしくお願いいたします。今回の動画はですね、今来ているイベント、ドラフト1位ルーキーの対決カーニバル。で、さらにですね、ガチャグレードアップスカウトの終了日がですね、明日のですね、14時59分というところで、毎回恒例の明日のイベントガチャ更新予想、やっていきたいかなと思いますので、かなり激アツな更新が期待できる明日の更新楽しみな方は、この動画参考にしていただければなと思います。でですね、この動画が少しでも面白かった、お分かりしたと思ってくれた方はですね、高評価ボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。では早速、本題の方を入っていきましょう。はい、それでは早速ですね、明日のイベントガチャ更新予想やっていこうかなと思います。で、まずですね、現状確定している情報はありませんので、はじめにガチャ予想をやっていこうかなと思います。で、まずこちらがですね、去年のこの時期のガチャスケジュールとなっておりました。3月29日からグランドオープン記念福袋、さらにヒートアップスカウト。で、4月5日からドラフトスカウトでライトの追加。4月7日からバリュースカウト。4月10日からグレードアップスカウトで先発の追加。4月11日からシンクロスカウト。4月14日から4200万ダウンロード記念福袋、さらに長寿チーム狙い撃ちスカウトで中継ぎの追加となっておりました。で、続いてこちらがですね、直近のガチャスケジュールになっているんですが、3月26日からグランドオープン記念福袋、さらにヒートアップスカウト。で、4月1日から戦力強化スカウトで中継ぎの追加、さらに S ランク限界突破コーチ付きスカウト。で、4月4日からグレードアップスカウトでレフトの追加、4月8日からバリュースカウトとなっておりました。で、こちらの2つのガチャスケジュール照らし合わせてみると分かるところなんですが、今年もですね、去年とほとんど似たようなガチャスケジュール感でガチャが登場しているというところで、そういったことを踏まえた明日のガチャ予想、本命予想がダウンロード記念の福袋プラスポジション追加で、対抗予想でポジション追加のみと挙げさせていただきました。はい、まず本命に挙げたダウンロード記念福袋についてなんですが、こちらはですね、例年4月の10日頃、グランドオープンしてから通常選手のポジション追加が2ポジション入った後に、来るような福袋になっておりますので、今年もおそらくですね、明日の更新でこのダウンロード記念福袋が登場する可能性っていうのは高いのかなと思ってます。で、こちらがですね、そのダウンロード記念福袋のガチャ形式となっております。はい、この福袋はですね、40連目が自チーム S 確定で、さらにですね、購入1回目2回目は150エナジー200エナジー、かなりですね、お得に回せる福袋になっておりますので、特にですね、無課金の方でも純正の方には、おすすめ度が高いガチャになっているかなと思っています。ですが、無課金12球団生の方は今月末にはですね、おそらく TS の第1弾が開催されるかと思いますので、基本的に無課金の方はダウンロード記念福袋はスルーして、TS にエナジー使っていただくのが、無難な選択なのかなと思っています。で、続いておそらく明日もですね、通常選手のポジション追加が入るかと思いますので、ポジション追加が入った場合どこのポジションが追加されるのかというところなんですが、現状2024シリーズ1ではセカンド、センター、先発、中継ぎ、中継ぎ、レフト、この6選手たちが追加されております。で、投手野手の内訳でいうと、投手3選手野手3選手というところで、明日どこのポジションが追加されてもおかしくはないと思うんですが、個人的な本命予想としてはキャッチャーで、対空予想で先発と挙げさせていただきました。で、続いてですね、ガチャ予想というかキャンペーン予想になっているんですが、昨年はですね、4月14日、今年でいうと明日の更新のタイミングで球春到来プレゼントスカウトのおかわりが登場しておりました。なので今年もですね、グランドオープンのタイミングで球春到来の無料10連プレゼントスカウトが登場していたというところもありますので、明日の更新で球春到来の無料10連プレゼントスカウトおかわりが登場してくる可能性っていうのもかなり高いのかなと思っております。ということで、ガチ予想については以上になりますので、続いてイベント予想をやっていこうかなと思います。で、まずはじめにですね、明日はそもそも何日間開催のイベントが開催されるのかというところなんですが、こちらに関してはですね、4月18日からマンスリー感謝祭が始まるというところで、明日のイベントとしてはおそらく4月11日から4月18日の7日間イベントが開催される可能性が高いかなと思っております。で、こちらがですね、直近の7日間イベントのイベントスケジュールとなっております。3月26日から育成ストリート、3月14日からエージェントエース、2月9日からスターロード、1月26日からスカウティングナイン、12月22日から俺の球場飯、12月15日からドリームキャラバン、10月15日からホームランダービーライバルズとなっておりました。で、基本的にこのプロスペースはですね、前回開催から開催期間が空いているイベントが優先的に登場しやすくなっておりますので、そういったことを踏まえた明日のイベント予想、本命予想がドリームキャラバンで、対抗予想でホームランダービーライバルズと挙げさせていただきました。はい、開催期間だけ見るとホームランダービーライバルズが一番相手はいるんですが、このドリームキャラバンに関しては基本的に、3ヶ月に一遍ぐらいは来るような、超神イベント、プロスペースの中で一番の神イベントになっており、前回開催がですね、12月15日というところで、約ですね、4ヶ月ほど開催期間が空いているというところで、明日の更新でこの神イベントドリームキャラバンが開催される可能性高いんじゃないかなと個人的には思っております。なのでもしですね、明日ドリームキャラバンが開催された場合は、無課金の方でも、エナジーを使って、周回する
価値があるイベントになっているかなと思いますので、まあ明日の動画では明日来たイベントの完全攻略動画、まあイベント攻略動画出そうかなと思いますので、まあぜひですね、明日来たイベント効率よく終わらせたいと思っている方は、まあチャンネル登録して明日の動画もご覧いただければなと思います。ということで、明日のイベントガチャ更新予想は以上になりますので、最後に予想を簡潔にまとめますと、まず明日のガチャ予想、本命予想がダウンロード記念福袋プラスポジション追加でキャッチャーか先発の、まあ、追加があるんじゃないかなと思ってます。で、対抗予想としてはポジション追加のみと挙げさせていただきました。で、さらに明日はですね、まあ無料10連プレゼントスカウト、まあ S ランク選手1人確定の無料10連プレゼントスカウトが登場してくる可能性っていうのもあるのかなと思ってます。で、続いてイベント予想としては、本命が神イベントドリームキャラバン。で、対抗予想でホームランダービーライバルズと挙げさせていただきました。ということで、明日のイベントガチャ更新予想は以上にしたいかなと思います。はい、ということで、いかがだったでしょうか。今回の動画ではですね、明日のイベントガチャ更新予想をやっていきました。まあ、明日はですね、まあ、TS タイムスリップセレクションが登場する可能性は、まあ、低い更新日かとは思うんですが、まあ、ダウンロード記念福袋、さらに、まあ、無料10連プレゼントスカートが登場する可能性が高い更新日。さらにですね、まあ、超神イベントドリームキャラバンも、まあ、登場する可能性が高い更新日というところで、まあ、明日の更新はですね、まあ、かなり期待が持てる更新日になっているのかなと思ってます。はい、ということで、ちょっと最後に余ったまで A ラン契約書8枚かな、ちょっと余ってるので引いていこうかなと思います。で、まあ狙いの選手としては今ね、結構ソフトバンクで近藤選手がね、狙い撃ちしやすいということで、近藤選手自分自身2体持ちしたいので、近藤選手狙いで A ラン契約書、あと西武の選手狙いで引いていこうかなと思います。さあ、ということで A ラン系の契約書8枚自チームソフトバンクで引いていこうかなと思います。でさ、野球のビッグニュースでさ、筒香選手が日本球界復帰することが確定しましたね。いや、えぐいね。まあ、なんでゲーム的に言ったら、まあ、どの球団に復帰するかはわかんないですけど、まあ、今年 TS の対象になったっていうことで、まあ、筒香選手 TS で登場したらマジ激アツなんで、まあ、ゲーム的には今年 TS で登場してほしいなとか思ってます。いや、てかあれよな。あのさ、メジャーからさ、日本球界に復帰する選手さ、なんで元々いた球団に帰んない人めちゃくちゃ多くない？西武の秋山選手もそうだけどさ。あ、ビッシュいいね。いや、なんなんだろうね。筒香選手もまだ確定はしてないけど、巨人の可能性が高いってことで。いや、コンちゃん、いや、コルデロは嬉しい。この前ホームラン取ったからね。いや、コルデロはいいけど。いや、コンちゃん、よし。さあ、ラスト。ランナムかな？いやー、まあ、コンちゃん1枚救えたのでかい。これ自チームか。さあ、オッケー。ということで、今回の動画は以上にしたいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも面白かった、お分かりさったと思ってくれた方はですね、チャンネル登録、高評価ボタンなどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。